鼻水がやばいな。どうも、大曲時フィルムのヒロト、トモです。今ですね、僕たち愛知県某所にあります一軒家に来ております。この一軒家はですね、もう今人は住んでいません。空き家、空き家というかもう廃墟に近い荒れた状態です。まあ、ここはいろいろ曰くのある場所なんですけれども、まあ、ここには一度入るとですね、二度と出てこれないといった噂だとか、中に古いブラウン管のテレビがあるんですけれども、当然今もう廃墟になってますから電気も通っていないはずなのにもかかわらず、そのテレビに砂嵐が映って、その砂嵐の中から何か声が聞こえたりするだとか、まあ、あと一説、まあ、本当に噂なんですけれども、お風呂場で殺人事件があったという噂もあります。まあ、何せよですね、曰くの多い場所ではあります。ご覧いただければ分かるようにですね、もう本当にそのままいろんなものが残ってしまっているという状態です。ここ一応外にこういった玄関はあるんですけれども、ここは見ての通りシャッターが閉められていて入れませんので、こちら倉庫内の階段から中に入れるっていうことだったので、ここから入っていくと。じゃあ今からその階段を登っていって部屋の中に潜入したいと思います。まあ、いつも通りここから 200m ぐらい離れたところに車停めてますんで、トモさんはそちらで待機していただいて、まあ、何かあったら僕叫びますんで、そしたら助けに来てくださいね。いつも助けに来てくれないのに助けに来た方がいい。だって今まではそんなキャーってトモさん叫んだり助け求めたりしてないじゃないですか。 それは僕だって、ね、助けを求められたら本当走っていく準備いつもできてたのに。本当に本当に本当っすよ。だから必ず来てくださいね。じゃあ行ってきます。頑張って頑張って。急に風がすごい。大丈夫大丈夫、行ける。いや、めちゃめちゃ気持ち悪いっすね。じゃあ行ってきます。頑張って、はい、行ってらっしゃい。じゃあ今から、この部屋で一人検証やってみたいと思います。うわ、荒れてるな。もう若干の生活感はありますけれど、もう荒れ方がひどいっすね。何か片付けをしてどっかへ行ったというふうにはとても見えないですね。そこが抜けてるのか。こういうガラスに自分が反射して一瞬ビビりますね。今日は比較的風が強いんですけど、当然今僕室内にいるので、まあ、風の音だとか聞こえないはずなんですけれども、なんか男性の低いうなり声のようなものが時折聞こえるような気がします。ベッドのそのまま、クモの巣がすごいな。ここで暮らしていた人はここに寝てたんだろう。こっちは何だと。うわぁ、クモの巣すげえな。こっちのドアも先ほど試しましたが開きません。こちらは行き止まりですね。ちょっと行ってみましょうか。ここトイレ。見えますかね。うわぁ、汚ねえな。今僕が見てる映像には何も映ってませんけど、後で見たらなんか映ってそうな気配も十分あります。ちょっと部屋に戻ります。うわぁ、気味悪いな。ほんと見てならない。どうした。なんか前回に引き続き女性や男性の
こう、うなずくような声が聞こえる気がしますね。あと足音、ここ下畳なんですけど、例えばさっき僕がトイレ見てる時もミシミシっていう音が聞こえています。うわー、なんだこれ、ゴキブリ。ブラウン管のテレビがあります。不気味ですね。これは時代を感じさせる。ブラウン管のテレビ、このテレビに砂嵐が映って、その砂嵐の中から何か声が聞こえたりするだとかいう噂もあります。ちょっと、このビデオカメラの方はこのまま定点でこのブラウン管のテレビを映した状態でいろいろ写真だとかをちょっと撮っていきたいと思います。ここはお風呂ですね。この部屋でも一番ここがいわくのあるお風呂、いわくのある場所です。
今日は本当に風が強いんで、風が扉を揺らすんでしょうけど、ドアをどん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 手で叩くような声が聞こえて、とてもそれが不気味に感じます。特に、検証中は、変わったことは特に何も起きなかったんですが、僕は、トモさんの待つ場所へ、戻りたいと思います。いやお疲れ様です。お疲れ様です。今無事戻ってきました。どんな感じでした？よくある心霊スポットの廃墟っていうわけじゃないので本当に時間は経っているとはいえ、まさか20年30年前まではこう誰かが住んでいた形跡がそのまま残ってて、荒れては折ったり汚れてたりはするんですけど、あの噂されてたブラウン管はやっぱあったし、あとお風呂場もうやっぱり気味のあるさ、まあそういう話を聞いてるからっていうのもあると思うんですけど、感じましたね。まあただ僕が検証してる間は特に何か異変が起きたわけじゃないので、じゃあ今日はこの辺で。お疲れ様でした。お疲れ様でした。お疲れ様でした。バイ。はい。はい。ヒロです。今皆さんには僕がこの呪われた家を検証している映像を見てもらったと思うんですけれども、実は映像編集中にですね、撮った覚えのない音声データが混入していることに気づきました。僕が定点カメラから離れている間に一度一人でにあのカメラの録画が停止してしまっているシーンがあったかと思うんですけれども、まあ、その後僕がカメラの前に戻ってきて録画を再開するといったシーンの間にですね、挟み込まれるようにその音声データが記録されていました。その内容なんですけれども、10分ほどですねノイズがずっと続いている音声なんです。で最初は僕もですね、エラー、データのバグかと思って、気にも留めていなかったんですけれども、何の気なしにですね、このノイズの軽減だとかイヤホンで聞いてみたりしたところ、データの一部、最後の方なんですけれども、かすかに人の声らしきものが入っていることに気づいたんですね。ただ人の声といってもちょっと説明がしづらくって意味わかんないと思うんですけど、昔のテレビの番組のような音声が入ってるように聞こえるんです。では今からですね、まずは何もノイズ調整をしていない音声から聞いていただいて、徐々にノイズを軽減していったもの、また音声をその問題の箇所だけ上げていったものを聞いていただこうと思います。